はい、どうも、皆さん、こんにちは。ナレーサーのためのダンススクリアとなりました。やっということでやってみましたね。今回は、FNS ですね。火曜最終出演ということで、バンタンのね、ダイナマイトを見てまいりましたので、CM じゃなくて、感想の方を述べていきたいと思います。CM って何でしょうね。というところで、今回は、非常に、まあもう本当に毎度毎度、ミュージックステーションだったりとか、もういろんな番組で見させていただ、他が出てこないであれなんですけども、たくさんいろんな番組に出ていらっしゃって、それこそ日本だけでなく、海外のテレビ番組も出ていらっしゃるということで、ダイナマイトを目にする機会本当に、今年は多かったなというふうに思うんですけども、すべての回においてここまで、楽しませていただけるってことなかなかないんじゃないかなと思って、改めてこのバンタンこそそうですけども、ビッグヒートっていう会社も含めてトータルですごいなっていうふうに思いました。セット今回すごいですもんね。ファンの方たちにもいろいろ教えていただいてということで、スープですっけの、企画で描かれた絵を、皆さんの絵を飾っていらっしゃるっていうところの、またこの粋な計らいと、この絵を飾るっていう、この後ろのがジン君の絵ってなんか聞いたんですけど、とか、あとここら辺は FES かなとか、FNS ミュージックっていう風に描かれた絵を飾っていらっしゃったりとかっていう風にして、本当にこの今回の FNS 歌謡祭のみ、もうこのためだけに作られたセットっていうところで、そういうのが本当に多いじゃないですか。そのためだけに作るセット。いやー、だからもう最初から映像ボンって出てきた時に、タン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 って来た瞬間に、今回どんなセットで来るんだろうかっていう、その楽しみ、ワクワクっていうものが常にあって、なんかね、こうテレビの前で待ってる時なんですけど、ちょっと緊張するんですよね。なんかなんでだろう、不思議なんですけども、なんかこう姿勢を正すと言いますか、さ、始まるぞみたいな、なんだろうな、知り合いがテレビに出るじゃないけど、なんかその、例えば親戚の子がお遊戯会に出るとか、なんかちょっと緊張するじゃないですか。っていう感覚にちょっと近いというか、なんかドキドキしながら見させていただいたというところもありますけども、今回も素晴らしいパフォーマンスでしたね、というところでね。いろいろね、感想をもじもじと書いているんですけれども、あ、そうですね、その絵が描かれたっていうその空間、普通の人たちが見たら、おそらくこれ、あ、本当に今回綺麗なセットで踊ってるなっていう風に見られると思うんですけど、そのファンの方たちからしたら、もうどの絵が何かって皆さんもうご存知というところもあって、ファンの方たちとそのバンタンのみのその何ですか、つながりと言いますか、この絵なんだよねっていう、思いで歌ってくださってるみたいなところがあるんじゃないかなっていう、その、何ですかね、つながりを大切にするじゃないですけども、そのメッセージ性みたいなところがバシバシ伝わってくるというか、おしゃれでもあるんだけれども、その奥底を知る人たちにとってはたまらない空間でもあるっていうところで、うまいんですよね、ここら辺ね。で、個人的には絵が飾ってあるのもそうなんですけど、ちょっとこのアイボリーな壁とこのピンク色、淡いピンク色のこのここら辺の壁の色ですかね、アクセントになっていてめちゃくちゃ綺麗だなって思いました。このセットの組み方で、ここの色と多分コントラストですね、すごくつけるために今回このちょっとブルーベースの、でもコーンほどではないんですけど、ちょっと光沢感を持たせた、ジャケットセットアップを着ていらっしゃるっていうところで、ネクタイしてる方としてない方がいらっしゃるっていうところで、ジャケットのデザインも皆さん少しずつここら辺の襟の部分が違ってたりとかしていて、めちゃくちゃオシャレだなっていう風に改めて思いました。毎回見るたびに、やっぱバンタンってその衣装、あとはセットがとってつもなくセンスがいいなっていう風に思っちゃっていて、ここら辺ですね、襟出す人と出してない人としまってる人と、で、もう一個気になったのは、僕メンズなんで、そのスーツセットアップ着るときにいつもベルトするんですけど、皆さんね、ベルトしてないんじゃないかなっていう風に思って、おそらくですけど、オーダーメイドなのかなってちょっと思ったりもするんですよ。このサイズ感っていうんですか、普通既製品だったらジャストでってなかなか難しいと思うんですけど、そこら辺がその人たちのその足の長さに合わせて、肩幅に合わせてジャストに作られてるっていうところもあって、おそらくこのステージのために、このステージか、まあ他のところでも使ってるのかちょっと僕はちゃんと知らないんですけれども、特注なんじゃないかなっていうふうに思われるような、着こなし方だなというふうにちょっと思ってます。で、あとはその革靴の感じとか、今回ソールがちょっとかかとの部分高いんですよね、ヒールがっていうところもあって、かなりドレッシーだなと
いうところで、この後ろにある美術館っていうこの空間との、なんでしょうね、このマッチ具合っていうんですか、これ後ろがもうちょっと硬いとかなりガチガチなダイナマイトになっちゃうと思うんですけども、後ろの絵とかこの壁の色がすごく抜け感を作っていて、柔らかさを作っていて、でそこに対してこのカッチリとしたスタイリングっていうところをめちゃくちゃ合ってるなっていう風に思いまして、すごいです、毎回すごい、もう本当にびっくりするぐらいかっこいいですよね。とで、ですね、何の話をしようと思ったの、生歌だからこそ皆さんところどころ声を抜いてくるっていう、そう、これがまた、これ今生歌だぜっていう多分メッセージと言いますか合図だとは思うんですけども、ちょっと歌ってる時にタララとかあったじゃないですか、っていうその抜く、あえて声をスッて落としちゃうっていうところの歌い方とかも、いやー、憎いなーって思いますね。生歌で歌ってて、で完璧じゃないですか。歌唱力なんてのはもちろんめちゃめちゃハイレベルだと思うんですけど、余裕でそこを歌い上げて、ちょっとそういうなんかこんだけ上手いとあれだろっていう風に抜いちゃうっていう、その感じも全く嫌味がないっていうところ、この掘って抜いちゃう感じも含めて、すごい、なんかなんだろうな、なんかこう、かなり高みのパフォーマンスを持ってきてるというか、最上級の お寿司屋さんのラインナップなんですよね、全部がね、っていうのを僕たちはこうテレビで見ることができてるっていうのがすごいなっていう風に思いますね。で、気になったところですかね、ナムさんは拳クラップということで、ダダ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 ーっていうところは、あのナムさんの解説の時も言ってるんですけど、ナムさんってね、クラップすると結構こうなんですよ、手を叩くとかじゃなくてこうなるっていうところが可愛いなっていうのがね、今回でも出てましたね。で、あとシュガちゃんのパートのコーラスの部分かな、シュガちゃんの声が流れてるところに対しては皆さんがしっかりとそこで動いていくっていうところで、シュガちゃんの声を流すっていう演出ですね。誰もがそこをなんか歌い方とか見ていても、前向きながらそのシュガちゃんのパートですこことかじゃなくて、シュガちゃんが歌ってるんだなっていう気持ちで動いてる人たち、あのこナナ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 っていうこの一列になって動いていくところとか、そうだったと思うんですけど、すごく信頼感のあるというか、いないところいないっていうことを意識しつつも、シュガちゃんが歌ってるからこうなるよねっていう動きをしている、シュガちゃんありきで動いている感がすごく伝わってくるなっていうところも良かった。とで、ナムさん、テテちゃんの不思議な、絵を説明する、あれもシュガちゃんの絵を説明してたのかな、ここら辺で、テテちゃんとナムさんがこう喋りながら、あ、これはこういうの、あ、なるほどなるほど、テレテレっていう風にやっていくところとか、なんか、あの今回のこのセットだからできるそのアドリブと言いますか、そう、アドリブの聞かせ方っていうのも非常にあの面白いなというふうに思っていて、いや本当ね、いいですね、一人一人のね、この表情がもう本当に余裕チャキチャキでというところで、ジミンちゃんのね、この襟の感じとか、やっぱり歌ってる時のジミンちゃんのその拳、うーんっていうところの歌い上げ方というのも、非常に毎回毎回ちょっとアレンジを加えてきていて、スキルフルだなっていうふうに思いますし、あと、にゃんにゃんなジンくんということで、ジンくんが、これやるところあるですか？ジミンちゃん綺麗だなぁ。あ、これはね、あれですね。あ、ここか？ここかな？これです。これ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 っていうところの、ジンくんのここ。毎回ちょっと変わってくるじゃないですか。アレンジ加えてくるっていうところの、こういうジンくんも目が離せませんよね。ジンくんね、スリーピースなんですよね。おしゃれだなぁ。で、後ろの絵もジンくんのっていうところですよね。なんかこう、みんながそれぞれのパートの人たちを見るっていうシーンが今回結構多いと思うんですけど、そこら辺からも伝わってくるそのチームの信頼感だったりとか、今だからこそ出せるその表情、眼差しっていうところをひしひしと感じると言いますか、回数重ねるごとにやっぱりここって待ってるところなんで、くつろげる空間ではあると思うんですよ。そこがすごく演出になっているというか、よいしょってなるっていうところが、ただ単に、なーなーなーって歌ってるメンバーの横で、はい、大だなとかじゃないっていうところですね。待ってるっていう状況すらも演出にさせてしまうっていうところの、やっぱりステージングが毎回毎回生きてくる。しかもこういうセットだからこそ、また生きてくるのかなっていうところは感じますね。はい。で、シュガちゃんの絵をめでるテテちゃんとみんなっていうことで、この後これですね。ここはもう本当に、ツイッターでもこの絵がたくさん、回っていたっていうところもありまして、このすごい絵ですよね。とかね、普通にもう皆さんの絵が、なんかこう、やっぱアーティストなんだなっていうところを感じて、まあ、とりわけこのシュガちゃんの絵、額縁に入るとまたすごいですね。この、
なんだかセーフティーネットみたいなやつも本当にそれっぽいですけど、こうやって見ていくとステージ横まで本当にがっつり作られてるんだなっていう細かいですよね、作りがね。で、この絵を触っていくっていうところのてっちゃんとみんながそこを見ていく、この表情もまたいいんですよ。ってことは結構今回またドラマチックだったなっていうふうに思うんです。ここが今回の FNS での本当に名シーンなんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。で、この後の最後のてれちゃん、これこの余白空間余韻すごいですね。ここまで映すからかなり意味があるんじゃないかなっていうところが、その絵を触ってスッてやって、多分見てるぜっていう、多分そういう感じだと思うんですよ。見てるか見てるぜみたいな。で、あとは皆さんにもここにシュガちゃんがさっていう、なんかいろんなメッセージが込められてるなっていうふうに思って、感動ポイントというか結構ねグッときちゃうところが多いですね。で、お辞儀握手のグクテテちゃんということで、どこだ、ここかな、これは何って思った。これは何なんだろうか。なんか毎回こう皆さんの中で出てくるそのアレンジ、アドリブっていうんですかが面白いなっていうところで、ここからテテちゃんから、バトンもらってグクちゃんが歌い始めるっていうところですね。しっかりここでジミンちゃんぐーっと風に来て、で大先生もそうですし、ジン君もナムさんもそれぞれにこうふってなってるんですけど、この構図だけすごく不思議で、でもやっぱりなんかこれがバンタンらしいっちゃバンタンらしいのかなっていう風に思いますかね。はい。で、グクちゃんの裏パートっていうことで、この後なんですけど、ラスト、ジミンちゃんの歌いますの後に、ジンくんかな、あ、違うわ、ジミンちゃん歌ってる時のここなんですよ。グクちゃんのその裏のパートを歌ってるところが僕個人的にすごい好きで、それを結構見るのが好きなんですけど、やっぱ今回見ててもなんか分かりやすかったです、抜き方的に。ああっていうところで、ジンくんのところで、レイナファンケストのところの裏を歌っていくところ、うんは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 っていうところ、これがね僕結構好きなんですよ。これをちゃんと見れた、今まで意識してあんまり見たことなかったんですけど、何回か見ていくことによって見えてきた、そのグクちゃんのコーラスの部分といいますか、裏のパートっていうところを見ていくと、あ、こんな表情で歌ってたんだなとか、こういう感じでそのみんなを支えてるというか、ボーカルで支えてるんだなっていうところ、であとはそのつなぎ方ですよね。そこからジミンちゃん、いいなーっていう風に思うんですよ。で、ここでも多分、はい、やってなかったですからね。はい、という感じで、ジンくんのところと、ジミンちゃんのところか、このつなぎっていうところも上手いですよね。ここからの、テテちゃんの上に歌い上げる感じ、うん、まで、次がですね、大先生なんですけど、足やっぱ一人ね、めっちゃ高いんですけど、この後、終わった後、この左足の持っていき方が、ちょっとやばいんじゃないかなっていう風に思っていて、タン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 タルルッツ、おー、ダダダダンってなった時に、ふーって軸こっち側の右足に持ってきて、左足をそのまんま地面かスーって引きずるんですけど、これをつま先だけなんです。で、これ革靴ですね。メンズの方はわかると思うんですけど、これって、足の先まで指があるわけじゃないんです。指先がほぼここら辺で終わってるってことで、つま先でスーっていう風にここ持ってきてるっていうところ、最後の最後でね、めちゃくちゃ光る匠っていうのが、やっぱり大先生、あのパフォーマンスところどころ見ていくと、やっぱすごい細かくて大きくてダイナミックでスキルフルなことをたくさんやってらっしゃるんですけども、ここら辺とかね結構個人的にやばいなっていうふうに思ってますね。で、最後のこのテテちゃんっていう感じ、ふうっていうところも含めて、今回6人でしたけど、しっかりとシュガちゃんも見えつつ、FNS に向けた、まあ、今回限りのっていうところのかなりそのドラマチック性を含んだ作品だったんじゃないかなっていうふうに思って、名場面がかなり多かったっていう印象が個人的にはあります。素晴らしいなというところですね。なんかこうもう、なんですかね、うまい具合に日本の、その、アーティストの方たちと、やっぱバンタンの作品とっていう風になってきた時に、もうなんか、入りから違うというか、絵の美しさから違う、この画面の美しさから違って、衣装の美しさから違って、やっぱり、
すごいことだなっていう風に改めて思うんですよ。で、この人たちがグラミー賞もノミネートされていてっていうところでビルボードもっていう風に、今本当に世界をこう圧旋しているアーティストの方が、日本の一テレビ番組にやっぱこうして出続けてくださってるっていうところも非常に嬉しいなという風に思いますし、やっぱりファンの方たちを思って毎回毎回パフォーマンスを作ってくださってるんだなっていうところも踏まえて、全くその王者の椅子に座っている人たちなんだけれども、妥協がないというか、常に上を目指し続けているっていうところが、個人的にかなりグッときたなというところでございますという感じですかね。ちょっと個人的には紅白とかそこら辺までね、なんやっぱ出てほしいなとかっていうふうには思うんですけども、まあまあ引き続きね、これからもいろいろ番組出ていただけると思うので楽しみにしていきたいなというところでございます。引き続きじゃないや、皆さんのリクエストや質問などありましたら下の方からお願いします。チャンネル登録まだまたぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ、つい。